ちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。せっかくラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていこうと思います。で今回はジャパンカップ1回戦マルカトーレ青葉戦ですね。あ、もうあのフレッシュリーグです。いなくてもと思います。トポボイヌスタジアム、例えば戦うと思います。勝率 91%、 すごい。まあそうでしょうね、知ってた。違いますね。これは違うでしょう。ミニオンさん、ありすぎます。こぼれ球ひらに迷わないゴールに刺さる。こぼれ球をひらに返しますが、ひらに再度渡して決めました。これアシストないんだ。アシストある基準とない基準がよくわかりません。
取ります。ファウルじゃない。さあ揺さぶりかかりますね。ユーナが取りました。エリカ一気に抜ける。逆サイドミオ、これがエリカがオフサイドですか。エリカからミオ、さあ最後の攻撃ですね。あ、前半終了です。まあまだまだ大丈夫でしょう。戦術を変えなくていい。課題もしっかりいただいてますからね。これでテパスが決まった。ユーナ、さあしっかり決めてくれ。5点目、久しぶりの5点目です。はい、やっぱりみんな疲れが見えてきましたね。もっと捉えてしまいます。クライスが大丈夫か。ユーナのとこにボールが渡りました。今度はエリカだ。あー、やってしまった。なかなか追加点入らないです。さあ1点取られちゃいますよね。ミオシュート、あ、入った。1点目。エリカあっさり取っちゃいます。もう走力が違いますからね。入った。1点目。残り時間2分、もう1点欲しい。もうほとんど時間がない。試合終了。1回戦突破しました。2点目は前半13分。前半だけ7、8点取りそうですけどね。
次はここで玉を切られるか。4点目です。クリアするんですが、これで取ります。4点目、後半9分、ようやく5点目が入ります。3位、後半28分、これですね、ふわっと上がって、入りました。上がっているのもいいですね。いい中、エリカ、全体的に高いですね。エリカも含めて、そして3位、ついに本当ゴール、さえボールを奪って、それから縦に攻めて、どんどんシュートが入っちゃいますよね。ボール支配率、相手の方が高いんですね。これはちょっと課題だな。1対0で勝利しました。これで1回戦突破。2回戦の相手はアスカディアなら N2 との対戦ですね。ミユキか、ミユキ、モエ、ミオ、夏希は初めてなんですかね。あやかも、お、そうなんだ。あ、つつこはだがかなりしんどい、疲れてる選手がいますね。特にディフェンダーっていうところが大きなポイントではないでしょうか。ポジションを見てると、やっぱり守りに集中したチームですね。キーパーもすごい。それだけディフェンダーがちょっと疲れてない痛いところかも。しっかりこちらはベストメンバー、そんなにない状態で勝っていきたいと思いますが、なかなか能力って上がらないですからね。 A とか B が多いですが、 S があんまりないということで、思います。ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。動画、これまでの動画ですね、プレイリストに記載しております。 URL 説明欄に貼っております。ぜひご覧ください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。長く見ていただきましてありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。